お晩でございます。サドルと酒店の晩酌151へ、今夜も佐渡島から、お送りします。10月の22日でした。選挙も無事終わり、無事というか選挙も終わり、今解放速報みたいなのずっとテレビどこのチャンネル、回してもやっております。皆さん投票行ってきましたでしょうか。なんつって俺が言うのもおかしな話ですが、今日は日曜日、日本の酒をちょっとフライングで飲んでおります。というても これです。よいしょ。11月から始まるこの当店の19年目に入りました純米酒頒布会のこの2回目、12月分とこの2月分にお届けします。天領杯、佐渡の天領杯と佐賀、佐渡だね、佐賀の肥前蔵心特別純米超辛口っていうやつを飲んでおります。一旦開けてからどうだろう、もう2週間ぐらい経ったかな、そのぐらい経ってやっぱ味が栄養に変わってきております。まあということで、まあ何つうんだろうな、これからが飲み頃というそういうタイトルをつけたんですけども、これからもう時間が経つごとにこう味が乗ってくるっていう、そんな酒を今回4つ並べたわけです。でその2回目と4回目の佐渡と佐賀、香りが最初開けた時、全然違うような感じもしたんだけど、2週間ぐらいも経つと何だ知らんけも似てくるという似たような香りになってきて、で、まあ、天領杯を何倍も辛口にしたのがこっちの佐賀の肥前蔵心辛口みたいな感じのそんなやつです。11月の中旬ぐらいからこう配るわけで、まあ、11月頭ぐらいまでは、申し込みできますんで、一つ皆さん、なんだこの見たことねえ酒はあっちゃなことを思ったら、一つ、注文待っとりますんで、よろしくお願いします。はい、以上佐渡伊藤酒店晩酌151へ10月22日でした。